47年前にこの宮崎にですね、ホンダロックっていうキーの会社を作ったんです。今でも世界に17支社あるホンダロック、本社がその佐土原町というところで、ちょっとここから数キロ行ったところなんですけども、そこにあるんです。そのですね、本田宗一郎さんが47年前ですよ、ここにまだ電車の道路も、電車を通ってたか、まだインフラとか通ってない時にここに工場を作ろうという発想されたんです。で、初めてセスナで宮崎の空港に降り立ったレター、恐らく自分で運転されたという噂なんですが、それはちょっと定かではないんですが、その写真があるんです。その写真ですよ、ハンチング帽子をかぶってジャケットなんですが、ネクタイしてないんですよ。素敵で、その後の会議もですね、その時黒木県知事だったんですけど、黒木県知事とか地元の自治体の人間はみんなピシッとこうネクタイしてるんですが、その本田宗一郎さんだけダラーッとした格好してるんです。で、これがですね、私結構好きでですね、この写真が。で、彼が、本田宗一郎さんがですね、なぜ宮崎に、で、宮崎にこの工場、その頃工場なんか宮崎でやっぱ想像しないでしょ。だって、インフラもいまいち、インフラも物流も、あるいは労働はどうなんだ、水はどうなんだ、電気はどうなんだっていう時ですよ。で、そこにですね、彼がこういうんですね、困難な状況にこそがアイディアの宝庫であるというんです。これがですね、私を宮崎県に、私はここの生まれて育ったふるさとなんですけど、宮崎に来させる、突き動かせる原動力だと言葉なんです。この逆境こそがチャンスなんだと、アイディアの宝庫なんだ、いろんなそういう工夫を人はここにできるんだということで、もう一つね、本田宗一郎さんはこういうことですね、中央から、あるいは都市部から離れていますね、この距離と時間はですね、埋められるもんだと彼は言うんですよ。で、まさにそういう時代がですね、インターネットの時代が来たんですね。そのプロばっかりですからね。そのプロばっかりでございましたので、ぜひですね、この距離と時間を超えられた皆さんにですね、この宮崎の地にですね、年に1回足を運んでいただいているところでございますので、ぜひこれからですね、年に1回じゃなくてですね、何ですかね、日域でもいいです、あるいはこのこちらに軸足を置いていただいても構いません。ぜひ地域には、地域という場所にはあまり皆さんこだわってらっしゃらない、つまり情報インフラの問題ですから、これはですから、ぜひ宮崎をですね、事業展開とかですね、その規模を拡大とか、ああいうことを考えてらっしゃる方がいらっしゃったら、ぜひですね、で、その話は後でいたしますので、で、なるかというとですね、もうこの話をしてもいいかもしれませんが、このビルですね、このビルもったいなくないですか？もったいなくないですかっていうと、どういうことかというとですね、サイバーエージェントさんはですね、むしろライバル会社かもしれませんが、こちらに1年契約で研修施設をこちらで設けてくださってるんですが、ラグゼ一つ葉というですね、つまりコテージなんですよ。あそこを借りてらっしゃる。西条さん、どっかにいます。いらっしゃいます。あ、ご苦労様です。そんな後ろにいらっしゃらないで、前でいらっしゃる。サイバーエージェント CEO。それでですね、このビルを皆様に開放してですね、開放してっていうか、ご希望とあらば、部屋をですね、契約していただいて、ここに拠点を置くなり、支店を置くなり、施設を置くなりっていうことができないかっていう話を、私、きなっかりはずっとさせていただいているんですが、インキュベーション施設みたいな、そうですよね、法律がですね、ここ、都市公園区画なんですよ、ここ、全体が。で、ここは観光として建てたんです。そもそもが第三セクターですね、シーガイアというところですね。で、そのここはホテル施設ですので、企業の方にこの企業行動とか企業活動とか経済活動をしてはいけない、個人の経済活動をしてはいけないと法律で決まってるんです。で、つまり都市公園なので、子供から大人まで全体的に公共の利益になるものしかここは使っちゃいけないっていう法律の枠組みがあるわけです。それ知事が変えられないんです。それを条例として、地方条例として上書きとか変えることは不可能ではないんですが、非常にハードルが高いのと七面倒くさい
ちょっと皆さんに伺ってみてもいいですか。はい、もしこのシーガイアなんかインキュベーション施設に部屋貸しとかしてくれるとかっていうことがあれば、ちょっと開発の拠点とかに、検討